天井を。結構強かったよ、マジで。過去一番かもな。雰囲気ばっか出しやがってよ。どうしたいんだ。そんなことする必要はない。あ、うぜえ。いや、まだやれっさ。いや、これ肌だから。ああ、オラもそう思う。ん？なんだ？何をする気だ？殴るぞ。俺はベジータだ。俺の目的はカカロットだけだ。お出れたぞ。おめえほんと強えな。情けないやつめ、どう強くなるのか見たいとは思わんのか。瞬間移動ってやつだ。ベジータのやつまた怖え顔になったな。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人の力はな。焼却これまでのわずかな動きを見ていてわかった。今日は無理な頼みを聞いていただいて。うわぁ、そんなに強いやつなのか。お、なんだジェノスか。今はジェノス埼玉と名前がそのまま記載されていますが、ありがとうございます。俺はそのつもりです。まあ弟子にするとか約束しちゃったしな。はい。知りたいもんだ。貴様ら人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。
と。いや大丈夫じゃないだろその頭。こうなったら醜くて嫌だが最後の手段だ。大猿に変身してぶっ潰してやる。あのクソガキめが！で合体しなきゃ。とても勝てる相手じゃねえ。わかったか、この醜い風船野郎め。無理だ。こいつはこの俺を倒してからにするんだな。お前らのボスはどこだ。あのさ、ここも開かないな。なんだ、何をする気だ。やつをこのまま生かしておくわけにはいかねえ。負けるわけにはいかねえんだ。なんだこの生意気な迷子。俺はもともとヒーローになりたいという強い思いがきっかけで筋トレしてここまで強くなった。これからも頼むよ。ああ俺はもそう思う。やべえ、何言ってるか分かんなくなってきた。